ぽくて腰が腰寄せしたから身長めっちゃ伸びた小さすぎた。大丈夫大丈夫。リアルサウンドの番の皆さん、僕たちはエルナです。ちょっと9回です。セバーの松村くまえです。ゲームは自分にあるの小泉光作です。桜しみし田中優です。ホワイトニーハイトです。バディーズみのりです。ミルクソナシュンダです。はい、というわけで今回なんですけれども、はい、はい、あの自分の右隣の人の第一印象を言って。おー、第一印象は僕はいない。イメージで今日のこと言ってそれなんかヘビライで初めて会った時に、うん、スカーフ巻いてたんですよ。巻いてた。おー、おしゃれだなと思って、ネジさん見て、うわおしゃれだなって思って。おしゃれ練り出してるわ。おしゃれなイメージ。でもなんか勝手に雰囲気似てるというか、すごい接しやすい方だなと思って。あ、嬉しい。仲良くなれたらぜひ。はい、頑張ってる。気持ちいい。ありがとうございます。はい、じゃあはい、はい、はい、ファイアとは人懐っこさ、人当たりの良さ、うん、ナンバーワン的な。おい、うん、すごくおい。嬉しいね。3年前ぐらいから。そうです、ね、始めたんだ。だからすごいその時に可愛いなと思って、会ったらもう今でもすぐはやとはやと俺から楽しめちゃうぐらい、こう人当たりの良さ、人懐っこさがあって、今も可愛いなってなってます。あとのダンスもラップもすごくこうイケてるんで、うん、そういう面でもなんかすごい光ってるなっていう感じました。なるほど、嬉しいですね。なんでこんな違いですか。褒めちゃおう。じゃあガック、うん、ガックはすごい最初やったの結構前だと思うんですけど、もうなんかやっぱこうなんだろう、誠実な方だな。あいつ以上は誠実だったから。イケボだなっていう風に思ってましたね。当時はね。いつもね、喋りかけてもくれるし、ああ、いい、真面目だなって。そうだね、そうなんですよ。はい。認めた。ガクさんですか。そうですね、この作、なんか僕だって結構もうずっと末っ子感がずっとあったんですけど、ね、うん、なんかこう、初めて、あ、下がってきた。絶対間違えちゃう。嘘だったら。そうか、
新メンバーなんだっていうのでちゃんと認識して、で第一印象はなんか意外とその最初だから緊張してて、まあ、おとなしいのかなみたいな印象はやっぱりあったんだけど、うん、その後シャッフルとかで一緒になった時に、あ、明るくて素直に誠実なんだなっていうのと、あと今はもう超フランクじゃん、うん、その印象は初めはなかったかな、うん、確かにどんどんなんか可愛さが出てきてる。あとなんか身長めっちゃ伸びてる。確かにミルク入ったのっていう、多分だけど俺の体感はこれぐらいだったんだ。というわけで僕たちエビナンのインタビューの記事を持っているのでぜひ皆様チェックしてください。よろしくお願いします。